韓国料理、韓国料理、韓国料理。韓国語、韓国より、朝鮮料理、朝鮮料理。文化語、朝村料理、または、大韓料理、大韓料理。手半よりは、朝鮮民族の料理の総称である。韓国料理、韓食、韓宿といった場合は、競技的に、韓国の料理を指すこともあるが、明確な区別はない。朝鮮半島では、 現在、稲作が盛んなため、米食を中心にしてきたように考えられることが多いが、半島の北半分は亜寒帯冬季小雨気候に属し、伝統的に稲作が行われていた地域は、南の温暖湿潤気候域の中でも南西部の一部に限られており、食文化的には、あわや秋日、小麦、そば、香料、唐辛子同様に金世になって、 新大陸から導入されたトウモロコシといった畑作で得られる穀物を主食素材としてた地域も多い雑穀飯を食べていた。ユーラシア大陸東部全域を見渡すと南方の稲作文化圏と北方の雑穀畑作、牧畜文化圏の境界部、接点に位置するといえる。また、栽培された野菜及びわらび、ゼンマイ、気境、トラジといった山菜の消費量が 世界的に見ても高く、それらを用いたメニューが多い。また海に囲まれた、リウエ、海藻類や魚介類の消費量も多く、魚介類の生食も行われるようになった。韓国では以前は、一般家庭では、肉よりも、魚や野菜を、おもとした食卓が普通であった。仏教の影響を受け、一部で、寺節料理、精進料理を食べる人もいる。 周辺の日本料理や中華料理と比べ、スープ類、湯、タン、クが多く、唐辛子を用いた料理が多い。唐辛子はもともと中南米原産だが、17世紀に日本を経由して朝鮮半島に入り、このため、当初、シズコと呼ばれた現在の韓国、朝鮮料理に、彩りと辛みを添える上で欠かせない食材の一つとなっている。 同郷の恩名を五行の思想にのっとり、五味、缶、新、三、九、塩、五色、赤、緑、黄、白、黒、五宝、薬煮る深酢炒める、生をバランスよく、献立に取り入れることを良しとする。一食の構成は、メインメニュー、多くは、スープ類に、ご飯、白米、赤米や、その他の穀物を炊き合わせた、雑穀米など、と、キムチ、 ナムル等のおかず、密ンちゃんが数種類という組み合わせあり、判定食の飯床、パンさんのルール、判定食の混立てで、口実にある程度従っている。食堂では、キムチなどの密ンちゃんは、無料で供され、おかわりも自由である。かゆや麺類等は、天身、軽食とみなされ、おかずの種類が少なめの焦然が組まれることが多い。一般に、おかず類の味付けには、 醤油、ごま油、ニンニク、ネギ、生姜、唐辛子等による合わせ調味料、ヤンニョム、薬綿を用いる。肉は牛、鶏、豚、またその内臓も使う。野菜や山菜からなるナムルは各家庭で常備してあり、毎回の食事でた種類のおかずが食卓に並ぶように配慮するのが一般的である。朝鮮半島にはヌロンイという食用犬種が存在し、 韓国では、犬肉もよく食べられる。2006年、韓国の国務調整室が行った調査結果によると、今も年間200万頭の犬が食べられている。1988年のソウルオリンピック開催を境に違法となったが、ソウル市内だけで今も530店舗ほどの犬肉料理店が営業を行っている。寒冷な気候から保存食である、 発酵食品が発達した。天ジャンやコチュジャン、チョングちゃんといった味噌類やキムチ、マダラの内臓を発酵させたチャンジャ等ウを各家庭ごとに作る。保存食としては他に魚の干物やチョッカル、塩辛、なれ寿司に似た湿気、乾燥させた山菜や海藻類も作られている。食事には金属製のサジ、すっからっと箸、 食から、お持ちいる。食器は、現在、白いプラスチック製やステンレス製が、一般的である。毒物による暗殺を恐れた王族やヤンバンが、化学変化しやすい王道や、銀の食器を使用することもあった。サジと、箸は、日本と同じく横向きに置いていたが、現在では、食卓の右側に、縦向きに並べる。サジと箸を合わせて、スジ女、サジ、 箸といい、サジと箸を置く日本の箸置きのようなものは、スジョパッチムという。箸を器の上に置くのは日本同様マナー違反であるが、食事中、サジを器の中に入れておいたり、器の端にかけておいたりすることもある。食器を持ち上げるのは原則マナー違反であり、食器は持ち上げずに置いたまま、ご飯や汁物はサジで汁のないおかずは箸を使って口に運ぶ。 ただし、寸乳、お焦げに湯を加えてお茶のようにしたものを飲むときや、冷麺を食べるとき、汁物を食べ終わって最後に飲み干すときなどは、器を持ち上げても構わないとする見解もある。ご飯、パオ汁物、国にたし、混ぜて食べる、クパイコールクッパのは、マナー違反ではない。床に座って、食事をする場合、片膝立座で座るのが、朝鮮の正式座法である。 授業の影響で、目上の人より先に箸をつけず、目上の人と先を組み交わす際には左手を、肘や胸に添える。また目上の人の前で飲酒をする場合、目下の者は、目上の人から顔を背け、手で口元を隠して飲まなければならない。また女性は、尺をしてはいけない。食事中の喫煙は、目上の人の前では許されず、たとえ街角の屋台であっても、 年長者に先立って煙を吹かすのは不快感を与える場合があり、ことづけ程度の許可は必要である。客人として招かれた時は、完食せずに残して、十分な量が振る舞われたことを示すことが、美徳とされてきた。ただし現在は、完食して、ごちそうさまでしたでも問題ない。伝統的なご飯前の組み方を、飯床、パンさんという、床とは食べ物を乗せる、 全のことであり、飯床とは、朝夕の献立で、主食のご飯と副食で成り立っている。昼食は、天心、チョムシムと呼ばれ、心に点をつけるようにお粥や麺類で軽く済ませることが多い。飯床では、ご飯、スープ、または、チゲ、キムチは、すべての場合についてくる。その他に、おかずの数によって、3、ゆずりははみ床、3三チョプパンんン三、5、 ゆずりははみゆか、おうちょぷぱんさん、七ゆずりははみゆか、しちょプパンさん、九ゆずりははみゆか、くうちょぷぱんさん、十ゅにゆずりははみゆか、しびちょプパンさんと、おかずの数が増える、ゆずりは、ちょプとは二たつきの器のい。一般家庭では三ゆずりはかごゆずりはのぜが組まれ、七ゆずりは、九ゆずりはとなると、かなり豪華なぜである。じにゆずりは、 かつての宮廷だけの混てであった。飯床は日本の本膳の建て方とも共通点が多い。飯床をもとに食堂のメニューとして発達したのが判定食、判定食であるが判定食の名は古い文献には出てこない。各地の両藩の御膳が商品化されたという説が有力。退院歴によって行事を行い、式ごとに 家庭で食材を仕込む習慣がある。朝鮮半島では、行事に合わせて、チョルシク、接触と呼ばれる特別料理を食べる伝統もまだ、生きている。中国や日本の習慣とも関連がある。韓国には、人は生まれ育った土地のものを食べていれば健康が、保てるという意味の、シンド富士、シンドブリという言葉が日本から渡り、好まれて使われている。ここでは、 朝鮮半島及びその他の朝鮮民族居住地域の地方料理を紹介する。庶民の生活に定着しているものに屋台がある。屋台には、のじょむ、露天とポジャンマチャ、布張り馬車イコールホロ馬車がある。のじょむはトッポッキ、キムパプ、韓国式のり巻き、トースト、ホットサンドのコタなどの定食や、ホットク、プンオパン、 タイ焼きに似た、船焼きなどのおやつ類を販売し、立ち食いが主となる。一方、ポジャンマチャは、可動式の飲み屋で、椅子を置き、周囲をビニール膜などで覆うことが多い。リアカーを改造した程度の小規模なものが主流だが、周辺にテーブルセットをいくつか配して、大型の店舗形態をなすものもある。玄関の陶器にはストーブを入れて営業する。メニューは、趣向となるもつや、 魚介の炒め物、スンでなどから、スープや麺類まで幅広い。日本の居酒屋的存在と言えるのが、ホーフ、ホープである。パッと見た限りでは、バーのような外観のところも多いが、他人数で気軽に飲食できるので、若年層に人気がある。学生街や繁華街などに多い店舗形態である。多くのホーフでは、客が長居をするほど、フルーツなどをサービスで提供する。 これはサービス品の単価よりも、客回転を下げてでも飲み物、種類による利が高いためである。その他の庶民料理として、ぷんし食があり、代表として、ラミョン、ラーメンがある。即席麺を入れる鍋料理、筆チゲ、舞台チゲがあるほどポピュラーなラーメンだが、日本のような専門店は、一般的ではなく、ぷん店でもインスタントが主流である。このかマンドや、キムパブ、 トッポッキなどを分縮店では安価に供する。一方、ラーメンと同様に中国にルーツを持ちつつ、韓国風にアレンジされたチャジャンミョン、作オメン等が中華料理店などの主力メニューになっている。近年、宮廷料理や家庭料理等を取り入れたコース料理の鑑定食が多くの韓国料理店で出されている。クジョルパン、旧雪板、 旧折坂と呼ばれる音名をご行説に基づいた色とりどりの食材を小麦粉卵を用いて作られた皮に包んで食べる料理等が有名である。また、出前文化も発達しており、ピザやフライドチキンなどは、もちろんのこと、蒸気のプンシクやチャジャンミョン、その他様々な出前が広く利用されており、家庭や職場などでも気軽に出前を頼むことが可能である。 一般的な韓国料理屋の場合、ナムルやキムチなどの一部惣菜を注文とは別に提供することが多い。その惣菜は食べきれない場合残すことがマナーとされている。一方、多数の店で客の残した惣菜や料理の食べられない部分を盛り直して提供、あるいは他の料理に再利用することがあり、衛生上の問題や客からの苦情が多い。 2009年6月の改正食品衛生法で禁止されるものの、依然そのような行為が横行している。基本的に具が少なく一人ずつ供されるスープを指すのだが、実際には煮込み料理や鍋料理の様相となるものも多い。スープ、ククに、飯、パップを入れて食べるとクッパとなる。チゲ類の方が、スープ類より汁が少なく、具だくさんとされるが、区別は曖昧である。 チョンゴル、仙骨は、数人で一つの鍋をつつくスタイル。チムには、蒸し物と蒸し煮という意味があり、両者の代表的なものをあげる。韓国では、甘さ控えめの味付けが好まれる傾向がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。